アーセナルでプレーするスキラッシュセバスティアン・スキラッチは、フランス共和国バールケントゥーロン出身の元サッカー選手。元フランス代表である。現役時代のポジションは CB。サルバトーレ・スキラッチの愛称であった、トトの愛称をつけられている。ニ部リーグに所属していたスポルタントゥーロンバールでデビュー。1998年に AS。 モナコへ移籍するもレギュラーを獲得することができず AC アジャクシオへレンタルされた。しかしながら2001年にモナコの監督に就任したデシャンはアジャクシオでの活躍に目をつけ翌シーズンにチームに呼び戻すとセンターバックのレギュラーに据えたガイルジベトーとコンビを組み2003から2004シーズンにはチャンピオンズリーグ決勝に進出したが自身は 出場機会がなく FC ポルトに敗れている。2006年、オリンピックリオンに移籍。クラウディオカサッパの後継者として、最終ラインをまとめ、クリスとのコンビで、リーグ優勝に貢献した。2008年に、セビージャ FC へ3年契約で移籍した。移籍1年目から33試合に出場し、同胞のジュリアン・エスキュデと共に、最終ラインのリーダーとして活躍した。 2010年8月26日、アーセナル FC に3年契約で移籍した。移籍金は推定800万ユーロ。加入当初は、トーマス・フェルメーレンの怪我もあって、同じく新加入で同胞のローラン・コシールニーや、ヨハン・ジュルー等と共に主力として活躍したが、フェルメーレンが怪我から復帰し、ペア・メルテザッカーが加入するとそれ以降は、出場機会に恵まれなかった。 2013年6月5日、アンドレアル・シャビン・デニューソンと共にアーセナルを対談することが発表された。7月16日、SC バスティア移籍。6期ぶりの母国復帰を果たした。2017年11月、現役引退を発表した。2004年にフランス代表として、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でデビュー。 UEFA ユーロ2008のメンバーにも選出されたが出場機会はなかった。2010FIFA ワールドカップメンバーにも選出された。ゴールドットコム。アーセナルがアルシャビン、デニューソン、スキラッチの対談を発表。2013年6月6日閲覧。SC ボストやセバスティアンスキラシーシュワジールスポーティング。2013年7月17日閲覧。 ありがとうございます。